ました。ジンくん、まさかの方がゲストに来てくれましたね。もうテレビで僕よく見てたんですけども、はい、本当に大ファンやったんですけども。もう生で見ると濃いんです。はい。濃い濃いです。よく来てくれましたね。はい、こちらの方でございます。はい、RIKI ビキさんでーす。お願いします。新人の。RIKI リキです。イエーイ。新人ですよね。新人ですよ。皆さんいいですか、呼ぶときは RIKI リキさんと呼びますよ。リキさんじゃダメですよ。RIKI リキさんです。でも後輩のにさん付けですか。あ、それは RIKI リキどういうふうに若手なんでしょ。新人新人新人ですよ。後輩じゃない、新人ジュニア中トルニーなんか新人やのに、まあ、びっくりするぐらい熱感じる。いいですか皆さん、竹内力さんの弟さんですよね。双子の双子の弟、竹内みどりさんはお兄さんは知ってるんですよね。竹内みどりさん、うん、今日が続く中で知ってる。これはほんとすごいな、これすごいですよ、このコラボは。このコラボすごいな、すごいな。先生はですから、お兄さんやからね、お兄さんやから。そして、ね、あの打ち合わせとかね、まあ、ちょっと顔合わせみたいなものがあるじゃないですか、はい、ね、あの RIKI リキさんね、あの、はい、ババちゃんのことが気になったのか、はい、気に入ったのか、うん、あの胸元のネックレスをいじるというセクハラに出たり大胆にも朝っぱらから、まあ、ほぼ胸触ってましたよね。それを触るという魂胆でこっちをメインでそうきたか、来ました。そして RIKI リキさんですけど、はい、新曲が発売でございます、はい、こちら、はい、どうぞ。まずはこちらですね、はい、RIKI リキと、うん、もうね、ビブもかっこいいんですよ、祭りということで、はい、今の時期にぴったりの、そうですね、ぴったりの曲ですよね、はい、こちらね、ぜひ聴いていただきたいと思います、はい、そしてイベントが大阪でありますので、はい、熱く盛り上がっていただきたいと思います。はい、8月22日ですね。はい、ABEX に、はい、メジャーデビューです。はい、よろしくお願いします。はい、場所はこちら大阪千里中央セルシー広場でございます。はい、よろしくお願いいたします。ということで、はい、こういうバラエティーのRIKI リキさんあんまないですもんね。そうですね、うちの兄貴も初めてです。俺も初めてですよね。なんかちょっとお兄さんに相談したりとか。相談です、出ましたね。いろいろ呼んでますね、今日絶好調ですね。絶好調、絶好調、初めてですということで、あのリキさんの担当、中木君に任せよう。全部委ねよう。頑張りました。はい、お願いします。ラジアンが、はい、ロケの方にしてくれましたんで、はい、よろしくお願いします、はい、お願いいたします。さあ、それでは最初のコーナー参りましょう。はい、最初に見出しチェックです。お願いします。さあ、雑誌や本の中から気になる雑誌を。すいません、ジンくん、なんかこうクラブみたいな。これはあるやつ、クラブ、僕クラブじゃないんで。とんでもない新人司会者なんで。東島、東島、どうし、どうし、どうし、メイン司会者に肩組むってどういうことですか。座った途端に肩流れましたから、誰も言いません。ちょっと、もうちょっと我慢していただけたら。新人ですからね、RIKI さん。はい、ナルトモでは皆様からのご意見情報をファックス、メールで募集しております。対応させていただいた方には、日本レコード協会より音楽ギフトカード3000円プレゼントさせていただきます。ちょっと、あまりにもひどかったら、ちょくちょく竹井みどりさんに怒ってもら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 っ女が好きやから知らないわ。もう友達、すごいな、友達これで一人増えました。増えましたね、よかったです。いきますよ、はい、いきますよ。こちら、まずは2秒で本音が分かる心理術というのがございます、はい、もうその通りの本でございまして、いろんなテクニックが出てるんですが、はい、ちょっとご覧いただきましょう。こちらです、はいはい、まずどちらの手でバッグを持つかでその人の性格が分かります。はい、はい、もう簡単です。皆さんね、お持ちのバッグありますよね、はい、利き手で持つのか、利き手と逆の手で持つのかです、うん、まず聞き手で持つよっていう、はい、はい、どっちが聞き手の、殴る方が右、殴る方が右、殴る方が右、左でバック、聞き手でまず持つ人、はいはいはい、ほんには聞き手じゃないよっていう人、はい、これと違う方で持つ、じゃあもう聞き手じゃない方、じゃあ RIKI リキさんとババちゃんと KOYAB、 やかましいわ、今日は双子の弟の方です。めんどくさ、めんどくさ、どっちもめんどくさ。アリフの方は新劇行ってます。ややこしいわ。見た目マジで。KOYAB リキで、ややこしいですか。はい、ややこしい。RIKI リキさんじゃダメなんですよね。あ、全然 OK。 OK ですか。OK ですか。
に竹内力さんでいいですか。それはいきますよ。じゃあまずもうどっちもいきますよ、はい、聞き手かどっちも出ます。こちらです、はい、まず聞き手の方は受け身だと、はい、あのね、聞き手を自由にしてるってことは他人に対するその攻撃ができるということなので、はい、積極的である。ただあの RIKI リキさん、ババちゃん、もうリキさん大丈夫です。あ、リキさん大丈夫ですか。もう何度も何度も RIKI リキって言ってくれたので、ミートでは言えましたもんね。ありがとうございます。じゃあリキさん、え、ババちゃん、 KOYABU さんは早くね、弟の方です。そんなことや。積極的でやってますか、リキさん。私は積極的です。女性に対しても積極的です。常に前向きです。ですよね。リキさんが受け身ってちょっとイメージがあるから。やっぱこういうの分かる、ね。ババちゃんもね、結構積極的やね。だって、あのロケとか行って、ちょっと気に入った男性に電話番号聞いたりしに行くもんな。ぐいぐい聞きますよ。そうなんですよ。ふやくの方は。まあまあ、僕自身は積極的ですけど、うん、兄貴の方が受け身です。いやかましいわ。羨ましいな。ちょっと悔しそうな顔。俺と一緒でややこしいキャラだ。じゃあ続いてこちらです、はい、じゃあ皆さんいいですか。あなたが一番ムカつくタイプの人の特徴を書いてください、はい、こういう人嫌いやっていうムカつくタイプの人、はい、まあもうなんか特徴だけでいいですよ、はい、なんか話が長いとかね、うん、お手持ちのフリップに書いてください。ムカつくと思う人の、これテレビをご覧の皆さんもね、こんな人嫌やな、あの頭の思い描いてください、はい、あなたが一番ムカつくタイプの人の特徴を思い描いてくださいと。はい、ちょっと急いでくださいね、時間ないですよ。はい、はい、さあリキさんが真剣に書いてるの面白いですね、うん、ダメですさあ書きましたか。はい、じゃあ皆さん一斉にいきましょうか。はい、一斉にどうぞ。はい、異性でも同性でもいいですか。はい、にゃんにゃん女、なんかにゃんにゃんみたいな。わかりました、もうそんなことないですよ。あ怒られてる、あれかわいいまさかのかわいい、わかります、いじめっ子、はい、ムカつきますよね、はい、はい、分かったような相槌を打つ人、はいはい、返事がね、あ、はいはい、もうあら、あからさまに、うん、あ、俺分かってた、うん、なるほどなるほど、そういう感じの人。オールスター感謝祭とかで遅れてきて変なジェスチャーする人これね、ちょっと遅れて目立つでしょ、ほいっぱいタレントさんが座ってるとこ来て、うん、自分の芸能人さんの話しようってアピールする人がいるんです。細かいよ不思議ちゃん、はい、まあフランスのお化けが好きやねんみたいなこと言う人いて、言う人ってないですねフランスのお化け偉い人と若手に対して態度が違う女、挨拶の態度が全然違う、なるほど、友近が言うてる女と一緒の女、なるほどねめっちゃモテるねんってアピールしてくる人、この二人、なるほど、生き方がこすいせこいやつ、うん、笑顔だけで怒ってる人、はい、これ何が分かるかと言いますと、はい、どうなんかね、はい、分かんない、こちらです。あんな風になりたいと思ってるんですよ、みたいな、本当優しいですから、リキさんは優しいから、ある意味当たってるかもね、そうです、なるほど、いじめっ子をいじめてたから俺、そうだからリキさんは心が優しいから、ほんまは俺はいじめっ子みたいになりたいけどなれないという、なりたいわけじゃなくていじめっ子をいじめてた、いじめっ子をいじめてた、ナルさんはニャンニャン女にやっぱちょっと憧れてる、でも分かる、最終的にこの女の子の方が幸せやと思うね、そうなんですよ、人生は、はい、だから友近もオールスター遅れてきてなんかこんなんやりたい、やりたい、憧れてんねんな、だからポンちゃんもフランスのお化け好きやん、言いたい、絶対ないですよお前、言いたいねん、おしゃれぶりたい、じゃあ続いてこんなことやってみましょう、はい、こちら、はい、じゃあ謎の男 RIKI リキさんの本音を当てるということで、ああ出題された問題に RIKI リキさんが何と答えか、答えてください、はい、あのリキさんにはもう答え書いていただいておりますので、皆さん、はい、ね、これから出る問題をリキさんが何と答えたかを、はい、今日こちらです。道を歩いているとファンが勝手に写真を撮ってきました、うん、よくありますよね、その時どんな行動を取るのか、これ、うん、リキさんこれ本当の答え書いてくるんですよね、はい、まだ見せないでくださいね、はい、皆さんは RIKI リキさんがこういう時どういう行動を取るのか、はい、これほんまに書いてもらいましたね、さあ、お書きください、どうぞ、これ当たったら、当たったらキープ、当たったらキープです、はい、でももう5万円あげましょう、今日は、はい、もう読みテレビ50周年ですからね50円あげましょう、じゃあ50円ね、50円ならなんとか、さあ皆さんもあるでしょ、写真と勝手に撮られた時に、ねえ、どうするのかです、あるかしますよ、
ました、ね、当たったら50円です。さあ、はい、じゃあRIKI 力さんが以外は、ね、歩いてるとファンが勝手に写真を撮ってきたらどうしますか、うん、小籔さん、はい、HITOKOTO、うん、一言言ってね、やかましいわやかましいわ一言言ってね、やかましいわ一言って書くな、まあ、RIKI 力さんですか。じゃあ他の先生どうぞ。はい、どうぞ。ネックレスを触るふりして写真撮ったらダメだよ、しませんそんなこと。本当にね、法律、あ、これなんですか、なんですか。法律で知ってるもんの味方。お兄ちゃんの真似して、さあ友近、